しろくろチャンネル始まるよ。みなさんこんにちは、しろくろのヘイです。今回はすみっこ暮らしぷっくりラバーマスコットグミ2を開封していきたいと思います。何が欲しい？白グマと、トカゲとトンカツ欲しい。おー、いいね。私はトンカツと猫と、なんかね、めちゃくちゃ被るらしい。え、そう？うん、あのボックスでね、買うと、箱で買うとめちゃくちゃ被るみたいよ。3種類とかもう普通にザラに出るみたい。で、まあ14種類、全14種やけど、まあ、5種類か6種類出ればいい方なんやないの多分。開けてみますか。ラインナップはこんな感じです。すごい、いいね。この2種類です。中のグミも気になるね。うん、グミの形は13種類です。4袋開けて全種類出ました。何が少ない？あとね、この4つが少ない。まずはエビフライの尻尾が1つでしょ。それでニセツムリが2つ、お化けが2つ、でタピオカの黄色バージョンが1つ。このめっちゃ緑の人多いね。うん、ペンギンね。ペンギン、これペンギン派手だね。すっげーいい匂いするな。うん、ブドウ、もうこれブドウ。じゃあ早速開封してみましょうよ。あ、ね、マスコット食べていい？1つ、うん、食べていいよ。ペンギン配列も検証するので手前から来ていきます。いっせーのでドン。あ、猫。猫？猫のメロン。メロンめっちゃ可愛い。可愛い。メロン。可愛いな。しかもぷっくり。チェーンは緑なんやね。チェーンは緑。これ多分色によってチェーンの色も違うんやないか。ああ、確かに。これはメロンが緑やけどな。裏は。裏は。あ、裏緑や。裏も緑だね。うん、つるつるこっち。一個目は猫でした。二袋目いきます。一せーのレッド。早速かぶるんやな。これめっちゃかぶるんよ。だからね、他の人の動画でも見たけど、せっけんかぶるみたいよ。あ、でもいいや、かぶったかわいいや。でもかわいい。緑のチェーン。うん。2袋目も猫でした。3袋目いきます。いっせーの、レッド。おーかわいい。おーかわいい。白熊、白熊。白熊なんこれ。おー、かぶってないこれはね。わ、めっちゃかわいいやん。チャイム、チャイムが。この、白熊は、さくらんぼやね。さくらんぼ、さくらんぼ。さくらんぼの。さくらんぼの白熊。で、裏はこんな感じ。ツルツルです。3袋目は白熊でした。4袋目いきます。一斉の、レッド。おペンギン入ってたの。メロン。あ、メロンバージョン。あとタピオカ、タピオカもおる。ここにタピオカ。あ、これタピオカな、うん、これめっちゃ可愛いや。あの飲むタピオカのあの、玉ね。そんなのもキャラクターになってる。うん、めっちゃ可愛いな。メロンとタピオカ。わあ、可愛い。タピオカいろんな色あるな。ピンクと水色とな。タピオカもメロンになってる。うん、なんかメロン、可愛いね。メロンのやつ。4袋目はペンギンとタピオカでした。5袋目いきます。一斉のレッドン。あ、かぶったで、これ白クマのサクランボが出ましたね。5袋目はまた白クマのサクランボでした。6袋目いきます。一斉のレッドン。あ、また白クマ出た。めっちゃかぶるな、やっぱり、うん、でも大丈夫、かわいいから。うん、かわいいけんね、まあいいよ、うん、7袋目いきます。いっせーの、レッドン。お、これ2人のやつや。わ、これは何？白クマと、あとペンギンハテナ。これはかわいい。パイナップルやね。パイナップルと桃。桃やね。かわいい、かわいい。チャームがオレンジや。お、やっと出たね、違うのが。7袋目いきます。一斉のデッドン。お、トカゲ。トカゲ、トカゲ、かわ
味。ぶどうやね。うん、マスカットやね、これは。あ、マスカットやね。とかでも、ぶどうのやつもあるよ。あ、ぶどうもあるの、うん、あ、めっちゃかわいいやん。うん、あ、よかった、かぶってないで。7袋目は、トカゲでした。8袋目いきます。いっせーの、でっとん。あ、トカゲ。かぶった。でもかわいい。欲しかった。10袋目いきます。いっせーのレッドン。おっ、かぶったかぶったかぶったけど、いいね、かわいいけ、うん、なかなかやっぱ種類出らんね、ボックスで買うと、うん、11袋目いきます。いっせーのレッドン。おっ、また猫。これめっちゃ猫のメロン。猫のメロンめっちゃ出るね、うん。やっぱこれバラ買いの方が本当はいいんかもしれない ね、 ね、ボックスで買うよりね、うん、はい、最後の一袋いきます。いっせーのレッドン。あ、めっちゃかぶる。これやね、これ後ろが一緒。めっちゃかぶったな。あ、やっぱりでもかわいいよ、かわいい。で、目も開けてしまったのかな。うん、本日はこんな感じです。で、かぶるとは聞いとったけど、めっちゃかぶったね。まあ、でも可愛いけんやな。結果はこんな感じです。やっぱ3種類ずつやっぱ出たね、はい、これは、14種類中5種類。あ、14種類中5種類やったら9種類出てないね。ワンボックスで5種類しか出らんてやっぱきついね。やっぱり あのさ、とんかつとエビフライのやつが出てないんだけど、これもしかしたらボックスで買うよりバラで買った方がいいかもしれないね。あ、確かにね、うん、ボックスで買うなら覚悟がいりますね、うん、最後まで見て